こんにちは、柳沢です。基本詰め碁マスター。今回の問題はこちらです。まず少しの時間でもいいので動画を止めるなどしてご自身で考えてみてください。それでは正解発表です。正解はこちらの置きでした。これに対して白が遮ってくれば黒はここに切るという手がありますね。これで白はここに入れません。入るとこれ自分から当たりになって取られてしまいますね。そしてこちらも同じように入れません。この状態を押す手なしと。 いいう,うに言います。これによって白はまあ打つとしたらここになりますけれども、えー、もちろんこれはこう打たれてこの白の方がこの黒より先に取られてしまいますので、えー、まあこの全体の白は死んでいるということになります。かといって白は切られることを恐れて、まあ、この遮り以外のね他のなんかこの辺守ったりという手はもう全てここに渡られてしまいますともう白生きるスペースが足りません。ということでこの置きによって白死にとなります。 それでは正解以外の手を順番に説明していきたいと思います。まず外からこうハねて狭めていくという手は抑えられましてこれツナぐと白はここに着くかここに打つか両方ありますけれどもどちらでも白が生きとなります。ここで黒がもし切るという手を打ってもこれは白はこの石を取っておきましてこれで黒は後続手段がないんですね。 まあこの辺にもし打ったとしてもこう取られてこれが取られてここに1眼そしてここに1眼ということになりますので白1となります。では次にいきなりここに切ってみたらどうかということなんですがこれはまあこう取られてしまいましてえまあアタしてもこう取られましてえ黒はここにね突っ込めないですね。ここに黒が入れればここを欠け目にすることができる形ですけれども今はね自分が取られちゃいますのでまあ一旦ここに打たないといけないということになるとまあ普通に受けられてこれは白が。 きとなりますね。次に置きは置きでもここに置くとどうかということなんですがこれは白、まあ、受け方がいろいろあるんですが、まあ、例えばこう打たれても黒はダメですね。まあ、ここに打ってもこういうふうになってやはりこれは白が生きている形ですね。まあ、逆にこっちに行ってもこう打たれて、まあ、ここに目ができると、ね、いうことになりますので、まあ、白が二眼となりますね。ちなみに白はここでこう受けてもいいですね。こう受けて え渡られてもですねこここに放りり込んでいく手がありますねこれで、えー、これこうじゃないですね一瞬こうっぽい形ですがこれこっちからいく手がありますねこれ追い落としで取れてますので、えー、これは白が行きとなりますねでは黒がこの2の位置につけていったら、えー、どうなるでしょうか詰めでよくですねこの2の位置が急所ということになることもあるんですけれどもこの場合はちょっとうまくいかないんですね白の正しい受け方はこのコスミですね ここに受けられて、まあこれ黒どうしようもないですよね。まあここに、まあ行っても、まあただ切られるだけで、えー、まあここに当たりしてもこっちを取られていて、これでもう黒手が出せないですね。ちなみにちょっとだけこれ気をつけないといけないのは白こっち側を取ってしまうとこれ打って返してこれ取られてしまうというところがあるので、まあ最後白はこっち側を取るということは、まあちょっとだけ気をつけないといけないですが、えー、まあ黒がうまくいかないということですね。 白はここに繋いで受ける手もあります。これで黒は後続手段はここに置きしかないですが、えー、こうやって繋いでもこれはこれ、石ですよね。石はまあ陣地はゼロ目になりますけれども、白を取れるわけではないので、これ、詰碁の上では白行きということになりますので、これを黒、やはり失敗ということですね。この時に白は、まあこれ、パッと見ね、あの、ここに打ちたくなる方も、 あるかもしれませんがこれは実はね最善の白の受けではないんですね。こう打つとですね黒に、えー、ここに来られまして、えー、これも当たりをなんか守りますとこう渡られて、えー、白ここにね一眼しかできませんので死にとなりますね。これ、まあ、取ってもやはり渡られてこっち側はもう目ができませんよね。これダメですからね打てませんから白。はい死にとなってしまいます。ということでこうやられると白は、えー、こう打ってこうに弾くしかない。 形ですねということで、まあ、これ無条件で生きれるのに、まあ、こうにしてしまうので、えー、この手はねあの、まあ、一見ちょっとここに黒に打たれたらここに打ちたくなるんですが正しい受け方ではないということですね。まあ、これが一番良さそうですえということであとは、まあえー、ここかここか、えー、ここですけれども、まあ、これはもうやるまでもないかなと思いますので省略いたします。というわけで改めて正解はここに置き。 ということでした。いかがだったでしょうか今回は以上となります。ご質問とかご感想ありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。また、あの、こういう問題を扱ってほしいというようなリクエストがありましたら、そちらもお願いします。そして、この動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録をぜひお願いします。あと、Twitter のフォローも、えー、ぜひよろしくお願いします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。